はい、ユッキーです。今日、吸っていくタバコは、こちらです。ダビドフのマグナムです。こちらですね、値段が1200円と高い。高く、タールが10ミリ、ニコチンが 1.0 ミリ。となっております。ダビドフクラシックだっけ？クラシックは吸ったんだけど。うん、あれ美味しかったんでね、ちょっと買ってみました。こちらも、紙ですね。紙パック。そして、こう、開けると、こんな感じで2つに分解されてますね。2分割。こっち。あ、すげえ。太い。これはあれやぞ。あれよか太いかもな。太いって言っても多分見た目じゃ多分わからんと思うけどね。太い。あのね、ホープよか多分太い。おそらく。多分ホープよか太いやな。太いですね。太巻き。じゃあ吸っていきます。ああ。ほのかに辛い。ほのかに辛い。なんやこれ。ちょっとなんかチョコレート感するようなしないような感じやけど。確か前は、あの、クラシックの方は、JPS とラークを足して2で割ったような味だったんですけど、JPS の味がなくなりましたね、香りが。ほとんど辛味でなんか飛んだ感じがするな。で、チョコレート感もあんまなくなった。ほのかに辛い。ほのかに辛さがあり。若干、何の味や、これ。やっぱラークかな。ラークっぽいですね。ラークっぽい味。でも、ラークからチョコレート感抜いた感じやな。多分。そんな感じの味ですね。個人的にダビドフクラシックの方が好きですね。これは。でもね、辛さがね、ギリギリね、あの、ちょびっとくるぐらい。ほとんどないですね。辛さっていうか、ギリギリのラインでこう辛いような気がするっていうぐらいの辛さに抑えられてる。
高品質なバージン葉を原料に柔らかい葉の部分だけを用いたハイグレードな一品です。生産国がドイツ。やっぱラークっぽいですね。若干ラークっぽい。ほんとちょびっとだけなんか鼻にツンとくるっていうか、ツンとは来ないんだけど、来る手前まで来てるっていうあの辛さ。ダビド。なんかググったらダビドフのメンソールとかもあるみたいですね。で、葉巻とかもなんかあるみたいですけど。うん。うん、この絶妙感が、絶妙にこの辛くないギリギリのライン。をついてきてる感じ。うん。まあでも別に結構よくあるタイプの味なんで、別状そこまでうまいっていう感覚はないですね。うん。これは三つ星、ご視聴ありがとうございました。